札幌ドームを運営する札幌市の第三セクター札幌ドームは21日2024年3月期決算を発表しました。プロ野球北海道日本ハムファイターズが北広島市に本拠地を移し、収益の柱を失った23年度の最終的な赤字は過去最大の6億5100万円と、市が想定した2倍以上の金額に膨れ上がりました。我々がやろうとしたことが思うように進まなかったのは問題だが、見通しが甘かったというのは抵抗がある。21日に札幌市内で開かれたドーム社の株主総会後、報道陣の取材に応じた山川社長は顔をしかめました。ただ決算の数字は予想以上に厳しかったです。売上高は12億7100万円、前期比17億400万円減で過去最低を記録。赤字は市が22年に公表した試算で示した2億9400万円を大幅に超えました。赤字に転落したのは大規模改修が行われた14、18年度、コロナ禍が影響した20年度に続き4回目となりました。年間60試合ほど行われた日ハム戦がなくなったため、イベント日数は22年度の124日から23年度は98日に減少しました。アリーナを暗幕で区切り、入場者数を約2万人規模に縮小する新モードは、市が総事業費10億円かけて整備しましたが、23年度の利用はわずか3日と振るいませんでした。今年1月にはネーミングライツの売却を発表し、年間2億5000万円以上の契約を目指していたものの、売却先は決まっていません。ドーム社は今回の赤字を約22億円あった内部保留で補填しました。市は例年設備メンテナンスなどを保全費に5億から7億円を支出しますが、指定管理料は払っておらず、ドーム社も公費に頼る考えはないと言います。今年度は命名権の売却や新規広告枠の販売に取り組み、スポーツイベントや企業、地域団体が参加する行事を積極的に開催する予定です。山川社長は来年3月期の決算について、トントンに近くても黒字に持っていきたいと強調。秋元市長も20日の記者会見で、全天候型の多目的施設である強みを生かすとして市民利用を促す考えを示しました。それでも黒字化の達成は容易ではありません。山川社長は収支改善の鍵となる平日の利用促進策を問われ、プロ野球を平日やれればいいですけどと漏らしました。石澤信弘北海道教育大教授の話、日ハムに頼っていたことが表に出た形だ。新モードなどの目論みが外れ、利活用を促すソフト面での企業努力が市民には見えていない。札幌ドームは札幌のランドマークのような存在だが、市民感情としてアンチドームに変わってしまっている。市民にオープンな場でどのように活用するのがいいか、市民目線での議論をしていく必要があるだろう。山川社長の一問一答は次の通りです。決算の受け止めは、思惑通りいかなかったのは事実だが、難しさを持ちながら挑んだ。テコ入れ策は、土日はイベントで大体埋まっている、平日をどう埋めるかが問題で経済界にもお願いしている、実際に高校の体育祭や企業のツアーに使われているので多く入れていきたい。来年3月期決算の見通しは、広告面での増収やネーミングライツの期待感があるが、その辺が成就しないと崩れると思う。赤字を受けて自身の責任問題はならないか。やめるのは簡単、この形をプラスの状況に持っていかなければいけない。他にやるって社長さんがいたら変わる。